午後の七時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手,拍手いや今日もですね暑い一日でした京都は比較的今日はいいお天気でしたで雲の隙間からちらちらとあの暑い太陽が覗きまして もう昼間も三十度を超える暑さになりました。連日三十五度に迫る暑さになっておりまして。一時、夏の中でももうちょっと涼しい日がありましたので。九月の中旬の今の方が真夏なんじゃないかと。いうぐらいのですね。今日は暑さになっています。えー、先ほど最新の気象情報を見てみますと。現在でもまだ二十九度。二十九度という暑さが。 京都を追っておりましてねもう一歩この京町屋の外に出ますとじめっとしたね暑さが本当はねこの後ちょっとお水をまいて京町屋から帰らないといけないんですけれどもまだまだねお庭に蚊がたくさんいてでこのジメジメでしょう,もうお庭に水まくだけで汗だくになるんです。 本来だったら夕立がばーっと降ってくれればねお庭の方に豊かな恵み水が降るんですけれどもしばらく京都は雨が降っていませんので毎日気温が下がってから水をまかないと苔がちょっと傷みますので、まあ、できるだけこのオフィスを出て帰る直前にお水をまいてお庭にお水をあげてるんですよ。 なので、まあ、このあと今日はですね今、ライブ配信を行っていますがこのあと19時半からは今日木曜日ということでタビ大学校一般講座そして今日は第3週目ですから私が京都と全国の46都道府県のつながりをお話をする一般講座の担当ですからこのあと、ズームにおいてタビ会員の皆様にはオンラインでお届けするんですけれども、まあ、そのために今日今のこのライブ配信は ぎゅっとででですすすね凝縮してお届けするんですでこのあとオンライン講座があってお庭に水まきをして帰るということでねオンラインが終わっても暑いんじゃないでしょうか暑い中、頑張ってお庭に水をまいて帰りたいと思います、まあ、私たちもやっぱ暑いと喉が渇きますからやっぱりね樹木も喉渇いていると思うんですよ。 まあそれを思うとね、水まかずにちょっと帰るのは忍びないというかね、水まいてーとこうなんかね後ろから後ろ髪を控えれているようなね、水まかずに帰ると、まあ、そんな気もしますので、今日もね、たっぷりと、たっぷりと、もう庭にお水をあげて帰りたいかなと思っています。で、そんなね暑い中、今日はもう午前中からねオフィスを出まして、打ち合わせがあったんですよ。今日はねどこに行ってきたかとと言いますと 世界遺産京都に17箇所ある世界遺産の中で唯一お城であるところわかりますかお城そうです京都の街中にある二条城今から400年前に初代将軍徳川家康によって創建された世界遺産二条城に打ち合わせに行ってきました 先日も少し、ね、お届けしましたが来月の10月の10日3連休月曜、祝日にたった一日限定で二条城でスペシャルツアーを開催するんですそのための打ち合わせに今日朝から二条城に行ってきました本当に、ね、二条城、太陽を遮るものがないですから砂利の上を歩いているともうさんさんと太陽が照ってきましてね まあ大変な暑さでしたけれども、でもね、ちょっと今日二条城に行って嬉しかったのは、修学旅行生が多かったですね、久しぶりにあの二条城の駐車場に、観光バスがあれだけずらーっとこう止められている、そんな様子を見ましてね、大変にぎわっていました、で入り口にも修学旅行の団体がね、こう列をなして、列をなして待っていましてね。 あれを見てああなんか京都の懐かしい雰囲気がいよいよ本格的な修学旅行シーズンが戻ってきたというまあそんな感覚でしたこれから9月10月と修学旅行ピークを迎えます春ちょっとねコロナ感染拡大で春の修学旅行ができずにこの9月10月の秋に延期をした学校も多いと思うんですよ ですからよりこの秋はにぎわうんじゃないかと思いますので、ねまあ、その今日の修学旅行の雰囲気様子を見て、ね、少しなんか懐かしい雰囲気を、ね、思い出ししてきましたでそのまま二条城事務所の中で二条城の方と、ね、二条城の目の前にホテルが新たにできたの皆さん、もうご存知ですよね。ホテルザミツイ 純国産の日本のホテルのもうフラッグシップのような、ね、素晴らしいラグジュアリーホテルなんですが三井の素晴らしいホテルが今、二条城、道向かい側にできておりましてその三井さんの方で今回10月10日のスペシャルツアーの中の一コースに今回のツアーは大正天皇の即位を祝う二条城で開かれました大正大峡という。 大正天皇の即位をお祝いする宴、共演という、まあ、食事と宴が開かれたんですが、まあ、今で言うと宮中晩餐のようなねそういうね素晴らしい会が開かれて多くの人々が二条城の中にある共演場で集いましてフランス料理を食べながら御節の舞などを鑑賞したという記録が残っているんです。 その大正天皇の即位を祝った大正大峡大正時代の大きな共演宴ということですね大正大峡を再現した今回10月の10日にツアーをするということで楽旅会員の皆様はこのねチラシが楽旅通信の中にも入ってたと思うんですけども、まあ、この二条城におきまして御せちの舞などが披露された まあその歴史を再現して10 10月の10日にツアーを行いますその時にお料理が出るコースが1つコースありますからね三井さんの方に来まして現在、三井の料理長であります浅野さんとお話をさせていただきまして大正時代のお料理をどう今現代に再現したのかというねその思いをお伺いしましてね。まあ、こののの10 10月10日のツアーの時に 皆様の中でこのツアーを選んだ方はですねこのホテル座三井の方で大正大峡に供されたそのお料理を楽しむことができるというそういうツアーもあるんですよ。いろいろねお話を聞いてますと大変ね興味深いお話をシェフから聞くことができましてね。 やはり大正時代と今は例えば食材の良さが違います。今ですと流通が発達をして新鮮なものがすぐ届きまして冷蔵冷凍庫も完備してますからいいものがたくさん入ってくるんです逆に言うと大正時代限られた条件で限られたもので最高のものを作ったということで。 昔のお料理をそのまま再現すると今のお料理には合わないつまり食材の状態が違ううとということなんですよ例えばお肉なんかも今のお肉の方がよっぽどいいお肉が流通していますので大正大教に用いられた最高級のお肉の状態と今普通に皆さんがスーパーでパッと手に入るお肉の状態とか全然こう時代によってその食材の状態が違うんですね。なので 今の食材を使って昔のお料理を再現することになりますので完全にその食材が一致しませんので状態が一致しませんので今の食材で昔の調理法をすると、まあ、悪く言うとおいしくないということが出てくるんですよだからあくまでも食材の組み合わせ例えば煮込み料理だったら 玉ねねぎををを入入入れれれたたたりりり肉します、ね、この食材の組み合わせは変えずに今の食材をこういう料理にする時にはこういう調理の方がいいということはこれはもう現代のシェフが昔の文献を見ながら今の料理にこう考えていくということなのでその辺りにね大変な苦労があったようなんですよ。なので 同じ時代で同じ食材を使えば同じ料理ができますけれども、まあ、そういう意味では今の方が流通も発達をしていい食材が全世界から入ったりもしますから、まあ、どう現代に合わせていくところを合わせるのかでも再現ですから食材の組み合わせは同じでいくということなので、まあ、その辺りでもともとフランスの。 リッツパリで修行されましたシェフが今回、三井の料理長として今、赴任されておられましてこの天皇の料理番、かつて秋山徳三という料理人がいましてその方もヨーロッパのフレンチフランスに行きまして、リッツ・パリで実はフランス料理を学んで帰ってきて。 天皇家皇室の料理人を務めてさまざまな宮中晩餐会にお料理を提供されているんですその中の一つが二条城で繰り広げられた大正大峡のお料理ということでくしくもその天皇家の料理人でありました秋山徳三さんと今回の料理長浅野さんは同じリッツ・パリでパリのリッツ・カールトンリッツ・パリで修行とさまざまなフレンチ料理フランス料理を学んでいるんですね。 本当にね素敵なまた不思議なご縁ということをね今日お伺いしましてまあ、まさにそんなストーリーの中で今回のこの大正代表10月10日たった1日のツアーということになりますでこのツアーガイドは全てのコース私たち楽旅の方が担うということで私も今ねガイド台本ガイド原稿をね一生懸命執筆しておりまして あとはガイドさんにその内容をしっかりとマスターいただきまして勉強会もするんですよそして10月の10日に望みたいと思いますご世知の舞を始めまして4コースここにありましてね A コースが一般的な大正大教の時に控え室となった二の丸御殿のさまざまな明治以降の天皇の利休としての特徴などを皆様にご案内するオリジナルツアー そして御せちの舞、この雅の舞ですね、この鑑賞がついた A コースと、そこに幸運亭で有足料理の西陣魚心さんのお食事がいただけるのが上から2つ目の B コース、そして何といっても C コースがホテル座三井京都での大正大表のお料理を再現したお料理ディナー付きのコースです。 D コースが、こちらもう一度、高運転でのお食事がついたこちらはですね海外の方、英語ガイドもついての4つ目の D コースで、高運転のお食事が今度は夕食になります。B コースがお昼の高運転、D コースが夜の高運転ということで、西陣、魚神さんのお料理が二条城の中にある高運転で楽しめるということになりますのでね。 まあぜひこの今日ね、私、ホテル座三井京都のシェフのお話を聞きましてね、私はその10月10日、ガイドチームの総監督としてね、二条城に行きますから、私がツアーに参加することはできないんですけども、食べたい、食べてみたいと思いました。なかなかかねがが国一流ののシェフ大大正のお料理を再現して そして今回たった一日のためにそのお料理が出てきますので,でシェフも実はこのツアーの時にはホテルの方に出てきてくださいましてできる限り一つ一つのお料理のどのように再現したり現代に合わせたのかその辺りの思いをですね直接皆様の前でお話をいただいてそれを頂けるということなんだそうなのでぜひね楽しみに皆さんお越しをね頂ければと思います。 ラク旅のホームページの方にも京都散歩の中にこの大正大京の概要とお申し込みのページがそこからリンクをさせていただいておりますのでぜひそこから詳細を一度ご覧いただきましてねまあ日程が合わないとかなかなかねそういう方もいらっしゃるかもしれませんがひとまずねどんなツアーなのか一度ねご覧いただきましてねあの興味関心を持っていただくと二条城が 徳川将軍家のお城だけの歴史ではないという明治以降の天皇の皇室の離宮としての歴史も色濃く今も残っていますのでその辺りを、ね、感じていただく素晴らしい大正大教スペシャルツアーを行いますのでねぜひ興味を持って、ね、一度ご覧いただきたいと思います。はい、ということであ結構20分ぐらい話してますね。 もうこの後10分後に楽旅大学校一般講座が始まりますので今日のトークはここまでとなりまあさって私、東京の方で講演が続きますのでちょっと明あさってはねお休みになりましてしあさって日曜日、同じこの7時から森さんと月に一度のお楽しみ ビの月間通信お届けしますのでぜひ日曜日、再び、ね、3日後になりますけれどもまた夜の7時にお会いしたいと思います。よっぽど台風が厳しかったらちょっと延期するかもしれませんけれども月間ラクビ通信今日ちょっと一服はしあさっての日曜日午後の7時から森さんとねこの京町家でまたお届けしたいと思います。それでは最後になりますが 心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくくりますさあ皆さん合言葉はきっともっと京都を好きになるこの好きになるというところの皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います それではいきますきっともっと京都を好きになるということで本日は午後の7時からお届けしました「ラク旅通信ライブ版今日ちょっと旅」さあラク旅会の皆様この後もう8分しかないですか ズームに切り替えてこの後19時半からお会いしたいと思いますそれではしあさって皆さんとは月間楽旅通信でお会いしたいと思いますそれでは本日もご視聴ありがとうございましたそれではパチ